はい今回ね駿河銀行について改めてお話したいんですけども駿河銀行つまりね日本の金融庁の認可を受けた銀行もインチキをする時代になったってことなんですよね、えー、正確に言うと今までずっとインチキをしていたんですけどもそれがやっと馬脚を表してくれたってことなんですよねこれはインターネットの力それから被害を受けられた方が自分が悪いんだっていうふうに自分を責めてしまってね で、まあ、自ら命を絶つみたいなことを繰り返していわゆる口封じになってきたわけですけどもこれをね黙ってられないっていう形で表現した方があ他にもいたんだっていうふうに集まり始めたことによって起きたことなんですよ。駿河銀行は銀行の中でも悪質系を極める銀行でこんなところとね取引したりとかこんなところにお金を入れる人なんていうのは本当に人間としてはねどうしようもない人だなと思いますけども今でも預金者いるんですよ。 気の毒だと思いますで一つの例としてある預金者の例をちょっとここでお話しさせていただくと駿河銀行に預金をしていた人が駿河銀行の銀行員さんの横領によって5700万円を奪われたっていう事件がありましたこれってどういうことなんですかね銀行預金を盗まれるわけですよ要するに泥棒にお金を渡してるっていうふうに見えるわけなんですけどもこれって預金者が悪いんですかね詐欺師を信用した預金者が悪いんでしょうかでも 本当にひどいですよね。金融庁の認可を受けて、駿河銀行が今まで積み上げてきた実績。もしかしたら、その実績も最終的にインチキをするために積み込まれたものかもしれませんよね。だいたい詐欺師って全部を奪うまではずっといい人なんですよ。しまいには、盗んだ後もいい人かもしれないと思わせるんですよね。でも、そんなね、スキームもね、終わりを迎え,た迎えたんじゃないかなと思います。まあ、今回私がね、感じたのはね、 ガルス TV っていうねス、駿河銀行の詐欺を撲滅するために作られたインターネットチャンネルに対してなんですよ。いや、これ、今、URL を動画概要欄に付けておきますけども、非常に分かりやすくまとめられている短い動画がありますんで、まあ、そちらの方をご覧いただいてね、朝は我が身と思っていただきたいと思います。なぜなら私たち国民は、どこかの銀行と付き合ってるんですよ。駿河銀行で起きたことっていうのは、駿河銀行だけの問題でありません。 銀行がこういうところだってことなんですよ、ね。悲しい話ですけども、私たちはいつ資産を奪われて途方に暮れても。何の保護もない世界に生きてきます。ただでさえ国民負担率が四十八パーセントを超えている世の中ですよ。働いて。得たお金の半分が盗まれて。残った半分ですら、どうなるかわかんないっていうね。まあ、そんな。経済大国日本。<laughs> まあ、どんな国なんだってことですよね。うん、まさに銀行ってのは。 まあ、国をね代表して私たちの生命や資産を預かってるわけですから、まあ、必要以上にね責任を持っていただきたいかなと思いますまあそれがね立場を利用して信用を利用してインチキをしたり詐欺師の片棒を数えて改ざんした資料に、まあ、決裁文書を押すわけですよひどい世の中だと思いますよまああのガルス TV ぜひね一人でも多くの方にご覧いただきたいと思いますよろしくお願いします